こんにちは、アルブルの辻です。辻野です。また生徒さんの、質問に答えていくコーナーということで、最近また新しい方もたくさん入られて、木の、反りですねについてよく聞かれることが多いので、今日はちょっとそれをまとめてみようと思って、ちょっとこんな材料を用意してみたんですけど、木には、ちょっと反る方向っていうのがある程度決まってます。で、意外と知られていないので、それをちょっと説明していこうかなと。で、それを家具に、用いる時の、その考え方なども含めて、今日はちょっと簡単に説明していこうと思います。はい、じゃあこれが、さっき見てもらった木なんですけど、もう見るからにこう反ってますね。こう反ってるということは、反対側にするとカタカタしません。2つのこの2点でついてるからですね。で、見てもらう と、今ここに年輪が見えていると思います。で、年輪がどういう方向になっているかというと、内側から外側に行くほど大きくなってます。つまり、この下にある部分が、なんと言うんでしょう、年輪の中で芯に近い部分ですね。こっちの方が外側になります。はい、ということは、木が、そもそもこう丸い形で、こういう形で生えていたという形になります。で、こういう場合は、基本は、結論から言うと、芯の側とこっちが外側だったら、この年輪方向と逆側に反ろうとします。要は、なかなかちょっと覚えづらいと思うので、ちょっと簡単に、説明すると、必ずしもそうではないんですけど、表面張力だと思ってください。この内側の方が元にいようとしたのをこうカットしましたと。丸太をスライスしました。外に伸びようとしていたものがグワンとこう反ってきたというふうに考えてもらうと理解しやすいと思います。科学的には必ずしもそうではないんですけれども、外側の方がどんどん外に大きくなろうとしているというふうに考えてもらったらいいと思います。ちょっと言葉を用いて説明すると、こちら側の芯に近い方を木裏と言います。で、こちら側の外側の樹皮に近い部分を、木表、木裏と木表ですね。だから、例えば僕ら家具で言う時には、こっちはどっち側って言ったら、こちらが木裏になりますね。で、こちら側は木表という言い方をします。なので、例えばこの状態だったら、木裏側から木表側に沿っているというような形になります。で、大体の木は、木裏から木表側にこう年輪と反対側に沿ろうとするということだけ覚えておいてください。はい、じゃあちょっとボードを、見ながら説明していこうと思います。聞かれると思ってたでしょう。こっちはどっち？木表です。どっち？こっちの上？はい。本当？はい。おお。これ、こっちが木表。で、こっちが木裏。木裏。はい。で、これが、元はこういう丸太でしたよということです。はい。はい、イメージできますかね。で、こっちの樹皮に近い方が表側だから木表ですよ、芯に近い方が裏側、木裏ですよという考え方になります。で、この樹皮に近い部分っていうのは、白っぽくなることがあります。っていうのは、木の内側っていうのは、科学的に言うと死んだ組織なんですね。なんですけど、家具ではこっちの方を好みます。なんでかっていうと、もう生きていないので動きづらいということで、こっちの方を、重宝するんですけど、たまにこの皮に近い部分が白く、なることがよくあります。板にして見た時に、だからこうなっていた時に、ここら辺が皮に近い部分だと、ここら辺を赤田と言って、これが家具では重宝される部分ですね。だけど、ここの部分によくこういうふうに、ここの白い部分、樹皮に近い部分
虫が好む水分をすごい多く含む柔らかい部分っていうのが入ってくることがあります。だから清面っていうのはなんと言うんでしょう、こういう白田が入ってくることが多いと。で昔は、ゆっくり育ったすごい、大きい幹の、材料というのがよく取れたんですけど、今は、やっぱり木がたくさん使われているので、そういう大きい材料も使われなくなってきました。そうすると昔に比べて今はやっぱりこの白田っていうのがすごい入りやすくなってきてます。じゃあ、天板、例えば、ここがまあ今日の一つのワンポイントになるんですけど、天板を剥ぎ合わせ、今はこんな大きい1枚板のテーブルなんてないので、天板を剥ぎ合わせます。そういう時にはどうしたらいいか。まず一つ、ここが清面が、下に来るように剥いでやった方が、まあこれも一概には言えないんですけど、例えばここに白田が来ましたよと、ここだけがちょっと白くなっちゃいました、このここの部分だけですね、ここだけが白くなっちゃったので下に持ってきたいということがよくあります。だからこういうふうにします。じゃあ例えば天板を4枚剥ぎですごい大きなテーブルを作りたいと、はい、こんなふうに天板を剥いてこんなテーブルを作ります。でこれもケースバイケースなんですけど、本当は、じゃあこの白田がない材料だったら、次どういう風な年輪にしたい？逆方向。逆方向、はい、こういうこと、はい、はいはいはい、白田が入ってないからね、はいはい、その逆方向にする理由としては何？反りづらくなる。反りづらくなる。何が？木が。木がどの木が？お互い。お互い、あ、まあいいね、今いいこと言った、そのお互いっていうことですね。例えばで、じゃあこっち、2つでやってみましょうか。じゃあ木裏が表に来た方が、あの表面に来た方が綺麗ですよと、木裏、木裏っていうふうに全部、例えばこの木裏で剥ぎ合わせたとしましょう。そうすると木、この清面側に木は反るって言いました。これもこう反りたがります。でそうすると4枚全部がこういうふうに反ろうとするという形になります。例えばこの1枚がほんの少しだけ反っている状態でも、4枚になるとこれだけのカーブの力になります。ということは木がかなり無理をしているんですね。そうすると例えば、ひび割れてしまったり、下からビスで留めていても、まあ、それが外れてしまったりっていうことがよく出てきます。だから一番いいのはこう剥いだなら次はこう、こう剥いだなら次はこう、こんな風に使ってやるのが一番ベストですね。そうすると応力がこっちはこう揃おうとしますし、こっちはこう揃おうとしますし、分散されるというような形になります。じゃあ、例えば皆さんがお手持ちの無垢のテーブルはこういう風になっているかというと、なっているものもあるかと思います。だけどやっぱり、この木目ですねがどうしても綺麗な方を前に持ってきたいということで、そうじゃない時もあります。で今はそういうテーブルの反りを止める金具とかも発達してきてます。乾燥技術も発達してきてます。だから一概にはそうは言えないんですけど、昔はやっぱりこういう考え方をしてきたと。はい、ということで、木の、反りの方向が決まっていますよということと、あとは、その家具にそういうものをどういうふうに生かすかということを、まあ、ほんの一例なんですけど、そのテーブルの天板ということを、使ってちょっと説明してみました。はい、まあ、
いろいろ昔とは違って技術も発達してきてるんで一概には言えないことなんですけど、一つ頭に入れておいて、じゃあこの木ってどういうふうに剃るのかなというふうに、ちょっと見てみるのも少し面白いかと思います。はい、じゃあ今日はそんなところでありがとうございました。